こんにちは、加藤泰三です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。もしもし。はい。はい、テレフォン人生相談です。あ、よろしくお願いします。最初に年齢を教えてください。はい、52歳です。結婚してます？はい、してます。奥さん何歳ですか？49です。奥さんは？男の子が2人いまして、はい、長男が11歳で次男が5歳です。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？妻のことでちょっと相談なんですけども、はい、私専業主婦みたいな形で、うん、妻がまあ仕事をフルタイムで仕事をしているような状況なんですけども、はい、まあ、一応専業主婦って申し上げましたけども、収入がまるっきりないわけではないので、はい、生活費の 7,8 割方私が出して、足りない分を女房が出してるっていうような形なんですが、 7,8 割っていうことはほとんどがあなたの収入っていうことですね。はい。だけど奥さんは仕事で大変忙しい状態ということですね。そうですね。毎日帰りは8時前後帰宅するような感じで。朝は何時ですか？朝は7時半から8時の間に出かけていて。出かける、すごい忙しいですね。どんなお仕事ですか？小学校の教員をしてます。あ、教員。それで休日も忙しいの？休日は土日はうちにいます。はい、そうすると子供とは土日だけですね。そうですね。朝ごはん食べるのと、まあ、帰ってきてから寝かしつけるぐらいしか接点っていうのは特にないです。ああ、ですよね。この8時っていうのは、毎晩？毎晩です。うん。食事は夕飯をいつも私が用意するんですけども、うん、先にまあ子供と食べちゃって、うん、お風呂に入ってる頃に大抵帰ってきて、うん、で、一人でその作っといたものを食べて、うん、食べ終わったらば、まあ、時ぐらい洗ってくれますけども、うん、子供がお風呂から出たら寝かしつけて、うん、そのまま自分もお風呂入って寝ちゃうような感じですね、ほぼ毎日。それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？家事とか生活費の負担がなんか不公平じゃないかって思うんですよ。はい。毎日の暮らしのパターンというのは、まあ、朝ごはんはまあ7時ぐらいに家族4人で食べて、はい、でそれぞれ彼女は勤務先行って、長男は小学校行って、はい、で私は保育園に送って行って、はい、で帰ってきたら私はその朝ごはんの片付けをして、はい、洗濯物を干して、はい、で実はあの株式相場で収入を得ているので、昼間はまあパソコンとテレビを見ながら、まあ、お昼を挟んで3時ぐらいまでパソコンとテレビを見ているような感じ でただこれ収入がそれほど安定してるわけじゃないですね。確かにうんと取れる時もありますけども、だいたいまあ年間で300万を下回ったことはないので、平均すると月30万ぐらいは入ってるということです。そうですね、25万から30万ぐらい、うん、はい。で奥さんももちろん当然収入があるわけですよね。収入はまあ700万前後あると思います。奥さんの意識とすると、一番大きいのが仕事なのかな。そうですね。私のこと、はい、夫っていうよりもなんか父親の延長みたいな感じで、はい、自宅一戸建てに住んでますけども、はい、これ結婚するにあたって私がまあ購入して住んでるところですけども、はい、彼女が言うのには結婚したんだから男がみんなそういうの当たり前で、うん、私は結婚しなきゃ別に父の建てたうちに一生住めたわけだから、うん、これ用意してくれるから結婚してやったんだみたいな言い方をするわけですよ。それで今日の相談というのはどういうことですか？家事と生活費の不公平感があって、はい、このまんまだとこれはどんどん高まる一方だから、はい、いずれ私が我慢できなくなれば離婚とかそういうことになっちゃうのかなっていうことと、はい、家事についても3時過ぎには今度洗濯物を畳んだり子供を迎えに行ったり、はい、習い事も2つほどしてるんで、それの送り迎えをしたり夕飯も作ったり、はい、お風呂に入れたりっていうこともみんなそれなんですけども、さらに生活費が 7,8 割負担で、これってなんか非常にいいように使われてるなっていう
わかりました。要するに最後にあなたが言ったいいように使われているっていうのが気持ちの中の大きな部分に占めて、自分の気持ちをどうすべきかっていうことですね。はい、わ、はいはいはい、かりました、はい、今日はあの心についてのエッセイ書、そしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。はい、はい、どうもこんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はい、確かにご夫婦協力し合ってね、二人で働いているケースも多いのでね、はい、負担の割合が違ってくる場合は、これはあると思うんですね、はい、きっとね、はいはい。でもそこが、今のあなたのケースは、奥さんにとっては、ちょっとこう言っちゃ悪いけど、自分に好都合な状態を保持しようとしているっていうところがね、旦那さんから見ても、なんだっていう思いをやっぱり抱いてしまうっていうことだと思うのね。はい、それで、二人の問題点は、お互いに気持ちが理解し合っていないわけなんですよ。だから、はっきり正直に一度、旦那様の思い、感情を、実は俺はこういうふうに感じてんだと、今。はい、それが伝わって、ああ、あなたそうだよねって言えば、別にお金の問題じゃないような気もちょっとするんですよね、実はね。ただ、奥さんの方に、夫に対するデリケートな思いを汲み取る力がある人なのか、ない人なのかっていうあたりがね、ちょっと心もとないなっていう感じも受けるんだよね。だからやっぱり相当なショック療法に、一世一代の芝居ぐらいやってもいい時なんじゃないの？こういう時って。要するに、ちょっと子供になっちゃって、例えばですよ、株式が下がってニュースかなんかに出たような日を、例えばよ、やってしまったよ。全財産失ったぐらいの芝居があったって面白いじゃない、ちょっとハッタリを聞かせてもいいわけですか。構わないじゃない。だってこちらは事実っていうよりも分かってもらいたいんだもん、自分の気持ちが、ね。だからそこで俺が一文なしになった時に、お前がどういう風に俺のことを見てくれるのか、もう確かめないくちゃいられないほど寂しかったんだぐらいの思いじゃないかなと思うんだよね、結局はね。彼女にはいくら運用してて、子供の学費とかも、まあ、二人大学行ってもどうにかなるぐらいのあるので、うん、生活は100歳まで生きても破綻しないとは思うとかっていうのは言っちゃってるところで。そこでだからあなたも、こうやって自分はお金を稼いで、それによって相手の気を引こうとしてた弱みがあるんだよ、やっぱり。ああ、それと私の他にも弱みとしては、はい、4年前に実は、サラリーマン辞めたんですね、原因はうつ病なんです、はいはい、それなもんですから、まあ、強気になれないっていうか、自分はどっかダメなところがあるんで、うん、まあ、しょうがないからこうなってるのかなっていう引け目っていうか、うん、そういうのもあるんです、ね、でもしょうがないからっていう一方で、一生食べていくお金はあるとか、かっこつけてんだよ結構。 あなたというお父さんの存在が、本当はこの家を支えているんだよね。なのに、あなた自身がお金を出すから、ここにいられるんだ的なね、間違った自分像を持って、自分自身で勝手に自分を追い込んでいる面があるような気がするんですよ。でもね、二人の生活を伺ってみると、僕はね、お金の問題以外はそれなりにうまくやってると思いますよ。奥さんも、決して逃げてないもん、子供から。だってやっぱり小学校の教員、やっぱり本当に僕ね、大変だと思います。今。本当に。だそれはやっぱり分かってあげた方。だから、それがお互いに助け合ってるねっていう信頼感になっていないところが問題なのよ。はい、はい、うん。ね。それが一つ、あなた自身の自信のなさ。自分はお金も出すよ。これもやるよ。うつ病だから、仕事を辞めちゃったから。なんか、そんなとこ捨てちゃって、裸のお父さんでいいと思うんですよ。俺は社会的にもこうやってるから価値があるんだ、家にもいられるんだ、夫として見ていられるんだっていうポーズをもう捨てちゃいましょうよ、とにかく。もうかっこつけすぎてるってこと。ああ、あると思う。だからそれが取れれば、今月は相場で吸ったからお前払ってくれよと、今月は儲かったからお前1円もいらないよとか、それの方が伝わるんじゃないの、お互いに心が。どうせこういう生き方を選んだ以上は。失敗しても成功しても、夫である価値は変わらないんだっていう考えがね、思いが
今のあなたに僕は必要だと思いますよ。だから要するにもうちょっと裸になって奥さんと向かい合うということが今一番大事だと思う。その上でそういうふうに捉えてて寂しいんだっていうぐらいの思いを出すことが大事なんじゃないかなって気がするんだよね。ね、ちょっと加藤先生にもっと専門的なお話を伺ってみましょうね。はい。あなたは心の中で、自分は競争社会の中での敗者だっていう、イメージがあるんじゃないの？はい、あ、 あります。だから、自分の人生を、新しい視点から見るっていう作業をしないと、いけないんじゃないの？新しい視点っていうのは、つまり自分に対する失望という、その価値観を、あなたが持っている限りね、不公平感っていうのはついて回るし、あなたの奥さんも価値観同じなんだよね。だからもう完全に夫婦ともに人間の価値は仕事なんですよ。競争社会で消費社会に毒されてるんです。で、その彼女の価値観の中で、あなたも敗者なんです。だから、あなたがさっきいいように使われているって言ったけれども、その通りなんですよ。はい。それは、なぜあなたがそう感じたかっていうと、彼女の無意識にあるんです、これが。もうあなた本当にもう気の毒だと思うけれども、基本にあるのは、私の人生行き詰まったっていうことでしょ。突き詰めればそういうことですね。現状が嫌だってことは何のために生きてんかってことですよね。うん。だからあなたすごい今前向きになってきてるわけ。え、私の人生行き詰まったっていうことを認めたってことはものすごいことじゃないの。まあ認めたとして、認めれば道はおのずと見えてくるんじゃない？離婚を含めて正面から奥さんと話をして、あ、奥さんは消費社会競争社会の勝者、あなたは競争社会消費社会での敗者、この考え方は変わらないと。すれば、あなたのいいように使われているという考え方は変わらないですよね。はい。そしたら離婚しかないんじゃない？はい。そうですね。今、離婚覚悟っていう、そこ気になったんだけれども、やっぱり修羅場覚悟でこれがどういう事実だったのか、そして二人の生活は何だったのか、俺の考えは何だったのか、っていうことを一度修羅場を通して認識した上での決断だと思うのね。修羅場を通せば、あなたに元気が出てくるから。まとまる先生の言う通りです。はい。デビッド・シーベリーがね、修羅場は早く作れって言ってるんです。え、いろんな社会でも悲劇が起きてるのは修羅場が怖いからみんなそうなってんでしょ。逃げてるとどん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 人生はひどくなってくんです。修羅場を避けていい人生を送ろうなんて思ったら大間違いですよ。はい。だから奥さんと腹をくくって話を来て、私はいいように使われていると思ってると、修羅場作ってください。はい。必ず新しい世界が開けます。はい。いいですか？あ、はい。はい、どうも失礼します。あ、はい、ありがとうございます。修羅場は早く作れ。デイビッド・シーベリー。